あ、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。さあ、今夜も始まりました、オードブルの深夜に飯テロ、お笑い米軍基地専属音響、オードブル松田健吾です、うん、あ、今日はうんこをまとってます、もこもこの年です、お願いします。うんこまとってますね。うんこまとってます。頭からいってますもんね。頭から頭からうんこかけてきました。今日かけてきました。今日は頭からうんこかけてきたんですか。液体ですよ。一番嫌じゃない。液体ですよ。一番嫌じゃない。液体のうんこ頭からかけるの。え、しょっぱな始まって5秒でうんこ。みんな大好きうんこね。これが本当のクソ番組です。本当に。何すか。最近実から食べるようになったさ、カレー。はい、うん、お尻ヒリヒリするっていうのはよく言うでしょ。なんか辛いの食べたらって聞きますよ。おしっこもヒリヒリする。やめたら。10からやめたら。もう10からやめたら。おしっこまでヒリヒリするんだ。10からこうぜ。俺と一緒に甘口食べようぜ。あ、もう本当に最近も夜中とか飯食ったらもう胃もたれするもん。朝かわいそうだな。かわいそう。俺かわいそうだ。かわいそうだな。俺かわいそう。なんかな。俺かわいそうです。大変ですね。僕も大河も本当にもう、はい、早朝とか起きたらもうなんかちょっとしんどいですもんね。確かに朝は食えないですね。いや、夜中食って朝起きた時の倦怠感。ああ、もう胃にまだ入ってる。朝が食えないんで僕は、うん、もう朝食ったらあの腹が爆発するんで。わかるよ。なんで僕は朝食わずに、うんうん、あの夜というか夜中ね、夜中にたらふく食って持たせるっていう手を取ります。夜中は強いんですよ僕まだ。じゃあそれができなくなってきます、元さん。はい、それができなくなってくるんですよ。なるほど。朝起きた時、うん、しんどいです。ああ、そうなんですね。で次の日、前の日のやつが朝パーンとお腹殴ってくる時あるんで。前日のあの夜中のやつらが。こう物理的に、じゃあちゃんと教えようね、うん、腹痛がきます。ああ、なるほどね。それ言ってもらわないと、はい、お腹パーン殴るっていうから、これ物理的に殴ってるんかな。笑えって人本当にと思っちゃって僕はと思っちゃって僕は死ねーと思っちゃうんですよ僕は。泣きだな。なんで前の日食ったものが急にお腹びっくりした。だからびっくりした。大丈夫かなと思った。あ、なんか見えないもの見えてるかなと思った。とかなんか体大丈夫かなと思った。俺体は大丈夫じゃないよね。え、うん、びっくりしちゃった今。あ、心配しちゃった今。心配心配。あ、ありがとう、ありがとう。心配してくれて、心配心配。ありがとう、ありがとう。心配してくれて、皆さんこんばんは。はい、お願いします。シュプリームさんが来た。あ、シュプリームさんじゃない、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、名前がね間違ってました。はい、おこんばん初見のオフィシャルシルダンディズムです。シルダンディズムの人だ。シルダン来ました。シルダンディズムの人だ。オフィシャルのシルダン、シルダンだ。シルダンの人だ。AV だけってことでよろしい。シルダンだ。シルダン、シルダン来てますね。これどっちかっすよね。なんすか。本当にそれはシルダンなのか、うん、影武者男優なのかどっちかですよ。お前あのシミケンの YouTube 見すぎて影武者男優、影武者男優誰が来れば影武者男優の存在。影武者、影武者、シル男優は、うん、あのもうちゃんと本当メイン張れる人ですよ。汁を出すためのね。そうそう。カリムシャ男優。カリムシャ男優って初めて聞いた俺。あの YouTube で。説明したいよって知らない人のために思う。いやだからカリムシャですよ。だからその汁がもうもうそういう。だ汁はもう汁を出すためだけ。皆さん本当にあれ、ほら本当にやってないですよ本当に。何が？本当に出してないんであれは。本当にね、うんうん。皆さん気をつけていただいて。まだ本物だと思ってる人もいる。ああ、いますね。そんなはずないのにね。そんなはずないじゃないですか。うん、で演技してる方、男優さんと女優さんがいて、うんうん、で出す。うんね、そういうのを出す。ここからあの現実話するんで、うん、皆さんファンタジーをまだね、うん、信じてる、サンタクロースと一緒ですから。そうそうっていうのがメインを張れる人が知る言われてて、うん、 それ以外の知る男優ですね。そうそう、それ以外の、うん、まあその、うん、まだまだ雑用ですよ。だから、うん、まだ雑用ですよ。雑用っていうのの中の影武者がいるらしい。影武者がいるらしい、ね、と思って出すだけのまた影武者がいるらしい。出すだけの影武者がね、しました。そうですね、本当に。すごく今パッとね外を見て抑えましたよ僕今日。相当抑えてますよ、ね、気づきました、ね、僕は抑えてる方ですよ。抑えてます。いや、そうですか。いや相当、いやうんこはセーフだろうんこはセーフだろお前。違うんですよ、聞いてください。僕たちの基準があまりにも低すぎる
うっかセーフだろお前。まだお前まだ俺まだ俺フルで言ってないだけマシだと思って。まだマシですよ。ああいうのがあってみたいなもマシだろお前。うんこはセーフだろお前。お前だから基準値が低いな。うんこは低いよ。基準値が低いな。うんこは別に R18 じゃないんだから。お前。うんこは R してないって書いてないから。そうだろお前。まエイリンかお前は。それそうだろお前。びっくりした俺今別にいいだろうんこぐらいお前 いいけど別にな、うん、いいんですよ初っ端5秒でうんこだったからね外にあの知らない大人がいっぱいいる、ね、そうそう知らない大人がいっぱいいるからすいませんそんな中何を俺たちはこんなうんこだどうのこの話してうんこはセーフです何が影武者男優だって話なんですけど影武者男優もセーフですよ影武者男優もセーフ知る男優は相当危ない橋渡りましたよ、うん、危ないですよ相当危ない知る男優ですからね相当危ない橋渡りですよもう影武者男優はもう全然セーフ影武者男優は全然セーフです知る男優は相当危ない橋でしたよ言ってるようだからなんか知る男優はセーフです知る男優はセーフです仕事なんでまあそうですよそうそうそう職業なんで全然セーフですこんな職業に知る男優って書くそう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 あれ確定申告の時なんで書くんですかね職業のとこに知る男優って書く知る男優だろお前お前確定申告まで間違ったの出したらお前怒られるんだ。まあそうだな確かにな。そうそうだよお前。自営業とかじゃないんだみんな、うん知る芸人さん。芸人さんとかから自営業みたいな感じたりするらしいけどね。はい、ああ知る男優。知る男優は知る男優って書くんだ。知る男優はもう知る男優でしか通せないですもん。知るにどうやって税金かけるんかな。もう知ると一緒ですよ。知ると一緒ですかどういうことですか。知ると一緒です。どういうことですか。知ると一緒です。囲っていきたいと思います。どういうことですか。何がどう一緒なんでしょう。えあかけるってことですか税をかけると汁をかけるをかけてらっしゃるんですかまあ、ガンシャってことです最低ですね今日も始まって6分早々最低ですね我々はいやもう完全に家みたいな顔してたんではいもうすごく思ってますプレッシャープレッシャーに押しつぶされたんで今弱めたプレッシャーに押すメンタルつい行っちゃいました行っちゃいましたもん2つで見かけてますかもちろんですよそれはもうそうなんですよ漢字の方で行きましたそうですかもちろんですよそんな、はい、何言ってんでしょうね我々はね、はい、ま、すありがとうございますね、はい他にもコメントいただいておりまして、あ、コウタくん来てるよ。いや違う。いいよお前はキャンバーブの話ですよ。本当にキャンバーブ2系。キャンバーブのネタ見てないんだよな。この前あなんかあれでしょ。犬改造してたらしいですね。犬改造してたんですか。犬シャコタンにしてたらしいですよ。ネタでね。僕は全然見てなくて。僕らちょっと順番的にね、うん、終わった後でちょっと外で休憩してたんで。休憩してたんでね我々もね見れてないんですけど、ね、面白かったみんな面白かったって言ってましたね。でカープボーイさんからね、オドブルさんキャンさん皆さんこんばんは火曜日にゴリラコーポレーションの元さんの話してよあの人は小太りなのか太ってるのかどっちだっていう話してたらしいですね、そうなんだあなんかまあまあ情報は入るんであなたのところにですかゴリラがピープルで話してたよみたいな、うんはいはい、マネージャーが聞くんで、はいはいはい、と思って、はい、つって聞かないんですけどいつもいや本当にこんなの、 あの、うん、あの聞いて得することないんでいつもあんまないですよね、はい、あれねなんか話してたよっていうのマジであの話ラジオで俺の話してたよイコール、うんうん、あの聞いて得することは一個もないんで大体基本文句だと思ってなんであの本当に聞かないようにしてるんですよマジで傷ついちゃうからだもん、うん、泣いちゃうから弱泣いちゃうから ご行くシャワーとかも特に聞かないようにしてるんですよ、まあ、泣いちゃうしな全然今後やったら別に、ね、まあまあまあ、まあ、どっちでもいい話ですねいいじゃないですか、はい、あどうも、ティンクルちゃんもっと7、こんばんは昨日スマホ買ってもらって興奮しすぎたティンクルちゃんですあらスマホ買ってもらったんですってこれ今まではスマホじゃなかったってことじゃなかったんでしょうもしくは別のスマホになったのかいやでもスマホ買ってもらって興奮するんだったら本当にもうそういう性癖なのかどうかって話本当にそうそういう性癖スマホで興奮する性癖あんま可能性としてはないとは言えないですあの四角い平らな感じがもう私興奮するんですと興奮しちゃうのよって変態ですね可能性はないとは言えないちょうどいいじゃないですか触れるしスマホあらまああらまあ行っちゃって行っちゃって、まあ、喋よあらまあはい最低カウボーイさん大丈夫よ大昔ゴールデンタイムの生放送で、うんこちんちんって言った大物芸人さんいるからこの時間は大丈夫じゃない知らんけどってこの時間大丈夫ですよこの場ここは大丈夫ここ大丈夫ですよここ大丈夫ですよ、うん、これだここ大丈夫ですここは大丈夫ですよ、うん、あの法が届かないんで そうです警察介入できないんでこっちそうですそうですここ警察介入できない、はい、ここ介入できないんでこの部屋だけは殺人が起きても警察介入できないんで軍も入ってこれないんでこっち米軍基地と一緒ですからねここの中はね、はい、ここはねこの部屋だけですよでも、ね、もちろんあのゴールデンタイムとか、はい、そのキー局わかんないですけど、うん、あるじゃないですか沖縄にも FM 沖縄そこでや RBC 話しちゃうともちろんそれは何かしらあるかもしれないですけどそうですよダメだよって言うなよこっちはもうあの軍が入り込めないんでもう軍すら入り込めない軍すら入り込めない、はい、ここね守られてるんでここ聖域サンクチュアリですからね我々ねもう大丈夫ですここは、はい、ありがとうございますはいお願いしますありがとうございますね髪切ったって結構前先週でしょそれ先週じゃないですかね郷さんね、うん埼玉の郷さんからお趣旨だよを2ついただきましたありがとうございますそういうことですねあそうなんだスマホないんだねあ iPad かあなるほど iPad 使ってたんだねスマホいただいたということです。スマホをゲットしてます。おめでとうございます。こちら側の世界に。やりたい放題ですもん。やりたい放題ですもん。マジででもスマホをやりたい放題だよな。もう今さ、まあ、制限かけたりもいろいろできるだろうけどさ、はい、
財布にもなるじゃん言ったら、まあ、決済までいけるじゃん、スマホさえありゃって思わん、まあまあ最悪生きていける、うん、ね、スマホだけあって決済つながってりゃほんとワンちゃん生きていけるもんな、まあ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 可能性はありますけど全然、はい、電気だけですよ、スマホの点滴はもうバッテリーだけです電気、まあ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 確かに確かにそのスマホ関連の話なんですけど、スマホで、うん、あのエロ漫画見るじゃない、俺も見てるみたいな感じで聞いて、見ないの？俺見てないな。あ、お前は見ないタイプか。エロ漫画も最近もう高校生ぐらいだな、エロ漫画見てる。あ、そうなんだ、うん、リアルを求めちゃうタイプね。いや、あのもう別にあのね、そうなんだ、漫画、いや申し訳ないけどやっぱ僕は、うん、そういうちょっと性癖があのファンタスティックしてるじゃないですか。あ、ファンタジー寄りの性癖してらっしゃいますか、ね、僕してるじゃないですか、はいはい、ファンタスティック寄りじゃないですか。ファンタスティックだね、素晴らしいに寄ってる性癖って何ですか、それファンタスティック寄りじゃないですか、なんか素晴らしいに寄ってる性癖って、って中で、やっぱり、リアルでは限界値があるんですよ僕のファンタスティックは。ファンタジーって言ってます。ファンタスティックは素晴らしいなんでずっと。あとはファンタスティックって言ったらベイビーって言いたくなるんで。ちょっと限界があるわけじゃない。一応。まあまあそうね。ってなるとやっぱり漫画の方にね。あ、まあね、確かに創作のこう二次元の方が幅は広がるもんね。広がるわけじゃないですか。で、やっぱね、最近ね、うん、ちょっとね、うん、まあもうお前高校生って考えたらもう10年ぐらい読んでないことになるんだけど。いやまあたまに見たりもするけど別にそれで痛そうとは思う。で、うん、その時に。うん、やっぱいや昔からそういう漫画をね、うん、まあもう言ったあれですよ、だからその、うん、そういう閲覧サイトで映ってるわけじゃないですか。そうですよ。そういうところで見ると、うん、やっぱり無料なんで、はい、もう広告パーティーなわけじゃないですか。それはそうです、広告パーティー。で間違って押したら、うん、そういうなんか、マッチングのアプリに飛ばされたり、飛ばされたり、架空請求が飛んできたり、まあ、飛んできたりとかいろいろあるわけじゃないですか、うん、ありますよ。身に覚えのない10万円をなんか1時間以内に払わされそうになったりしますからね、とかなったりするわけじゃないですか、うん、でもこういうのって、うん、押して、うん、中学生とかで押して、うん、やっぱ強くなっていくわけじゃないですか。そうですよ。僕もこれ中1ぐらいに押して、僕も中3家のパソコンがエロいお姉さんでいっぱいになった時ありますよ、もちろん。僕もこう中3ぐらいの時に、うん、家の当時もうデスクトップ98ぐらいで Windows なんちゃらとか、 Windows なんちゃらですよ。そう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 、 XP にもなってない、まだぺったんこじゃない時ね、まだブラウン管サイズのデスクトップがある時にガチャガチャやって、うん、そのなんかずっと永遠に広告が消えない、もうウェブを閉じても広告が消えないってなって、はいはいはい、どうしたらいいんだろうってなって、本体の元線から抜くって。ああ、僕も抜きました、はい、抜いてもやっぱ蘇ってくるわけです。あ、そうですか。僕はそれでなんとかやったんで。お前とは4つが違うから、うん、やっぱこの4年間って差がでかい。ウイルスはもうそれ成長していく、進化していくんで、うん、もうこれは仕方ないと、親に謝ったりとかも、うんうん、でも、うん、そうやって成長していくわけじゃない。そうやって成長していくんですよ。やっぱりね、急に二つの意味で成長しますからね。急にだってびっくりするじゃない。びっくりするよ。だ見てたら、うん、見てたらですよ。見てたらデスクトップにエロいお姉さんがいっぱい現れてるじゃないですか。はーっとなって全部消しても永遠出てくる。でなんかなんね。か、キーボード、マウスを持っていくとあいつは避けていくわけ。避けていく、そうそうそう。罰が避けていく。そうそうそう。あとなんかトランプ並べたんかなっていうぐらいドゥルー謎のアイコンが出てくる。そうそうそうとか、そういうので成長していくわけじゃない。それで成長していくから。でもね、もう結果で自分のスマホってなると、うん、もう自分のだから、うん、最悪出ても、うんうん、っていうもう、うん、なんかそういう安心感はあるわけで、あるある。正直そんなの無視するわけですよ。するよ。まあ、出たところで、うんうん、出たところでも正直無視しちゃえばいいんで、無視マジなところね。そうそうそう。で、まあでも押しちゃうわけですけど、うん、なんか最近ね、うん、この広告バリアがすごすぎて、スマホ側のバリア、まあ、パソコンで見ないんですよ。もう。そうそうそう。それはパソコン。スマホで見るじゃないですか、やっぱり。どこでもだから。そう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 。ってなった時に、うん、もうもちろんそういうね。うん、リアルを見ちゃえば、うん、別にちゃんとしたサイトに加入してるわけだから、まあね、そういう普通に見れるわけですよ。そんでまさに、はい、見れるわけですよ、はいはい、そうですよ。ファンザさんなり、はい、見れるわけですよ。ユーネクストさんにお世話になって、僕は見れるわけですけども、はい、やっぱりそういうのが見たい時もあるじゃないの。まあ、あなたの場合あるんでしょ。で、そういうのが、うん、まあ、申し訳ないけど無料で見れちゃう場所が存在するから、するよ。それは無料で見ちゃうわけじゃん、うん、ってなった時にやっぱそういうバリアが今すごくて、うん、もうね、読めないんですよ。あ、もうもはやもう読めないんですよ。読めないんだ。もうね、あいつらすごいのが、どっちどっち、そういうサイトのすごいのが、やっぱり結構、うん、スクロールしないと本編始まらないんですよ。わかるわかるわかる。の中のステルス広告いるよな、そしてな、うん、いるし、うん、で僕らは昔はね、下の方に出るんですよ、バナーが。そう。でもだからもうこっちはもうそこ慣れちゃって、うん、避けるからね、それぐらい。下をスクロールしないんですよ。なるほど。上の方でスクロール。上の方をスクロールしたらね。もう最近は上も来るんですよ。避けてずっと。一回見る？一回見ようじゃん。一回見る？
俺が好きなのでいく、うん、何がいい、好きにしてそれは何でもいい、何がいいかな、うん、知らんけど最近よく読むやつにして、最近よく読む、なんで俺今お前の今性癖を見せられないときそれお前が読めるのかって話ですよね。あ、分かんない、しんどそう、お前のやつこれ読めるかも、読めるかもこれ、そう、どういう系読めるか、あ違う違う、あの読めるかどうかあれです、あのセーフティーかからないかどうかです。あ、まず、あこれセーフティーかからんわ、余裕だわ、あそう、あセーフティーかかった、やばいやばい。どうなってで、なんか最近ね、うん、セーフティー押すじゃん。俺まずそのセーフティーのサイトにスマホで行ったことねえな、最近。あ、どうなんだ、行くとするじゃん、うん、戻る押すじゃん、うん、そのページに戻るじゃないけど、もうあの検索画面に戻るわけよ。なるほど、もう一部として考えられてるわけよ。はい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 、だ結果戻ったところで、うん、意味ないんすよ、またスタート地点に戻されてるわけよ、俺らは。気がついたら転生させられてる戻されてるわけよ、あそこで死んでしまったことに、一回ミスったから戻ろうじゃなくて、もう一回ミスったらもう転生だって転生されるんだ。そうなんですよ。なるほど、リゼロと一緒か。そうなんですよ、最近のそういうサイトは強くて、そのミッションをくぐり抜けて、だから結構こういうことです。だからそのこうあるわけじゃん、いろいろある出てるわけじゃないでしょ、はい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 、でごめんこれ簡単だな、でここあーあーあーいったいったいった、うわ速攻だな、速攻ですよ、2秒やし、で、うん、はい、消しました、はいはいはい、戻ろうと、戻る、あ戻れたこれは、戻れた、およかった、でこれを見て、したと思うさ、したと思うさ、よく右から出てくるわけよ。なるほど、右手でやるからだ。そうで、うん、この×ボタンを消そうと思うだろ、うん、消そうと思うと間違ってここ押したわけ。あーなるほど、これは悪いですね。でもこれを消さないと、うん、もういけない、可動域が少ないわけよ。なるほど、そこだけをもう、でもここだけを、うん、こうですよね。なるほど、あの学生寮がそういうことってことですね。あ、どういうことですか。学生寮があのそういう場所になってるっていうやつですね本当に好きだなこれなこれ系な、これ系、学生寮がそういうことになってる、うん、お前ほんとこういうの好きだよな。じゃあ分かった、もっと難しいんだぞ、何があるかな、なんでもっと難しいのって、何があるかな、なんで俺今エロサイトのなんか攻略法を教えてもらってるんだろうな。分かった、シンプルにもう一旦もうエロ漫画で一番最初に出てくるでしょ、うん、引っかかるやつ多いってことだろ。分からんけど、じゃあ何いく、まあまあ何でもいいよ、なんか、なんかつける、何がいい、何がいい、何が、じゃあもう、そう、じゃあ、そこっすよ。お前さ、じゃあ、そうしないと出ないさって話よ。いいんだけど、そのアートチョイスがなんかもうすごいな。出ましたと。うん、ここいけそうだな、なんかな。あ、そう。でも、ここ、もう下パーティーじゃないですか、広告の。めっちゃセーフティーやし、こっち。全然余裕っすね。全然余裕じゃないですか。こっち余裕っすね。うん、遠いな、でも。そうそうそう、遠いよな、こっちは余裕っすね、あこっちは余裕っすね、あこっち余裕だな、今度からここ使えば、ここ余裕っすね、うん、なんか余裕じゃないところ見したいな、分からんけどさ、あなんか余裕そうだね、あ余裕ですね、あそうそう、でもあんな感じなんですよ、うん、もうくぐり抜けないといけないでこっちはもうね、読むためには、読むためにね、そこまで、うん、でもそうですね、だから中学高校とかさ、うん、こういうのかいくぐって見てたじゃん、いやあの時は余裕だったのよ、余裕だったけど、でも一応あったさ、うん、あって、いやいやもうないもんですよあの時は、今に比べちゃ、いやそう言われたらな、うん、分かるんですけど、うん、その、まあ、言ってもそういうなんていうんですか、変な広告出ないかなとかっていうこのかいくぐって見てたんで、はいはい、まあ、なバレたら終わりだもんね、バレたら終わりじゃないですか、うん、そういうのかいくぐって見てたこの時の、うんうん、1回1回は濃厚だったはずなんですよ、あ濃厚だったと思う、濃厚でしたよやっぱり、今となっちゃうんですよ、流れるように見て終わりますから、ね、もう今となっちゃ何でも見れるもんな、何でも見れる、ほぼ何でも見れるんだ、ありがとうポルノハブと思ってる、ああポルノハブと、うん、俺もユーネクストさんにお世話になってる、俺今ユーネクストで見てるものマージャンかエロだからああねーこの2つだからな、俺に見てるの、はい、なっちゃんさんからあよ、キャリーちゃんの自撮り写真でワンクリック出会ったの消せないというと、キャリーパミパミの自撮りの写真をクリックしたら、うん、出会ったの消せない、何に出会ったんですか、ワンクリックに出会ったのかな、ワンクリック先に出会ったってことかな、ああなるほど、なっちゃんさんって、いや分かんない、これさ男子あるあるのように話してるけどさ、実は女子もあるんかね、そのエロサイトのそのあれに引っかかり引っかからないは、あまあないとは言えない、言えないけどじゃないですか、それをオープンに言うのからだけ言うだけか、男子はじゃない、あなるほどね、そういうことですか、やっぱあるわけですよね、だからそのツイッターがかかるらしいよ、はい、ついフェミがかかるらしい、ついフェミ、ああついフェミ、何ついフェミって、あのツイッターでフェミニスト活動してる人たちなんだけど、はいはいはい、たまになんでもうこんなエッチな広告ばっかりつくの、もうこれだから日本は男の人が 女性を性的に消費してって言ってるけど、うん、要はそういうサイトばっかり見てるから、うん、広告がついてるっていうのに気づかずに自分で墓穴を掘るっていう人が多いらしいです、あなるほどね、
そうですね。もう成長していかないとこんなの。そうですよね。こんな引っかかって成長していかないと。引っかかって成長していくんですね。こんなの請求されてから成長するそうですよ、みんな。金請求されてからスタートですよ、皆さん。本当にこれは、ね、こんなの。そういうことです。失敗は成功のもとですからね。成功は違う意味の成功ですけど。もちろんですよ。本当にそうですよ。もちろん。成果間違えると書いて成功ですから。もちろんですよ。本当に。本当にもちろんですよ。そう。本当にもちろんですよ。そうって何ですか。もちろんですよねって話なんですよね。本当に。カーボーイさん、それを僕らが中学生の時とかにエロ本の自販自動販売機で3人でそれ、行ってお金入れる人ボタンを押して取る人ってやったの方が楽だったな気がするけど、その告知地獄。まあだからそういうこと。僕らの時はもう漫画じゃないんですよね。もう本じゃないんですよ。もう動画ですからね。あ、もちろんいましたよ。うん、密売人みたいなのいましたよ。あるだろ、部活生とかに不法所持、部室のところに不法所持の人たち、不法所持の密売人みたいなのがいましたよ、もちろん。でそこに俺らがちゃんと投下交換するわけですよ。投下交換しに行くから、それやな。とか DVD とかね、うん、DVD とかね。もう本当に密売人みたいなのがいましたよ、うん、それはもちろん。すれ違いざまに行くだろ。本当にびっくりするよ。俺なんか高校ぐらいの時やったから、中学校かな、誰かが USB に入れてきたっつって、もうこれをブレザーの通りすがりさんにブレザーの焼くの。薬やし、感じで薬みたいな。いや俺らが行った中学校の時はそういうのたくさん持ってた。お兄ちゃんがいたのか分からんけど、うん、そういうのをやっぱ入手しやすい子が、はいはい、やっぱ僕俺らと投下交換をするっていう。なるほど。破壊の錬金術師と一緒ですよ。世の中は投下交換ですから。いますよ、やっぱだから中学生って多分どうしても手に入れきれないから。入れきれない。でもね、俺ね、留大付属だったんですよ。はい。あのね、周り大学生いっぱい住んでるでしょ。はいはいはい。落ちてるわけだ。捨てられてるんですよ。これをあのね、本当にね、中学生ってやっぱ恥ずかしさもあるじゃん。その手に取ってこうバッと開くっていう。確かに。あれがあるから、本当に一人、もうそこまでしてって思うんですけど、うん、蹴りながら歩いて1枚ずつページめくってるやついた。もうみんなが、もう取って読んだらいいんじゃないって言ったぐらい。そんなのもあったしな。だからね、まあ、昔のだから、うん、やっぱ小中学生の時は、うん、今考えたら面白いなと思いますよ。だから面白いよ。だから初めて見た時ですよね、うん、エロに貪欲ですから。初めて見た時もう何か分からなかったんですよ。ああね、うん、どういうことだと、うん、何かの表紙で、うん、僕の時はトラブルっていうあの教科書があったんで。ああ、エロ漫画ですか。エロ漫画じゃないですよ。ちゃんとジャンプコミックスなんで。ジャンプコミックスのエロ漫画で。ちゃんとジャンプコミックス初めて書いたエロ漫画で。トラブルはジャンプコミックスなんで。そうなんですか。あれはあの恋愛漫画です。え、違うんです。あれエロ漫画ですよ。ちょっとエッチな。あれ、僕はトラブルはエロ漫画って聞いてます。いや、トラブルダークネスはそうですよ。え、トラブルの時点で僕ビンビンだったと聞きました。トラブルは僕たち世代は 1500% なんで。あ、なんでしょ、はい、1500% はまだ恋愛じゃん。まだ初めて青年誌でやっちゃったって同じ。まだそうじゃん。初恋誌で初めてやっちゃったって同じ。まだそうじゃん、はい、でもトラブルは僕らはトラブルなんですよ。だから何が問題って 1500% 作者の方女性っていうのが一番エロいんですけど ね、 いいね、話的にね、はい、そのだから僕らはもうトラブルだったんですよね、うんうん、僕らはもう僕ら世代もみんなここでお世話になってるでしょうね、トラブルさんは。ただそういうのに、うん、まあなんか女性のそういうのいいよねっていう感じは出るわけですよ、はい、そういう時に、はい、やっぱしなだ考えもしないさ。だって何が小3小4とかって、小3小4なんてそこら辺で泥んこまみれになってサッカーしてるでしょ。でしょ、うん、でも小5小6ぐらいから大体トラブル見始めるわけですよ、うん、あ、そうですか。僕ら代は、はいはい、で女性の、うん、あ、おっぱい確かにいいよねと、なんかいいよね、丸みを帯びてるよねと、なんかいいよね、僕たち今までどっちボールしてたけどと、なんかいいよね、あんなボールなんかよりもこっちのボールの方がいいと、なんかいいよねってなるわけ、なんかいいよねってなると、うん、誰かからのそういうねルートがあって、うん、だ兄ちゃんいる子とかなんか、うん、そういうサイトがあるよと。あ、そうです。で見て、うん、なんじゃこれはと、うん、どういうことだと、うんうん、何がどうなってるんだと、うんうん、っていう話になるわけですけど、うんうん、僕はずっとあの時、うん、なんて言います、そのあのだそういう出るわけじゃないですか、白いのが出ますよ。れこれはね、うん、ションベンなのか、はいはいはい、何なのか論争が始まるわけですよ、はい、これは何だと、うん、これは何だと、これはあの下から出てきたこれは白いものは何だと、何だと、何だとこれは、俺は出したことがないぞと、片栗粉かと。あの時の論争すごかったですよ。あ、そうですか。だ小5小6の時のあんな話したことないですもん、同級生と、はい、小5小6の時の、うん、俺らは出したことがない、こんなものをと。なんだこれはと。なんだこれはと。なんだこれは。僕の体おかしいんだろう。どういうことだと。うん、俺は。なんだこれは。透明か黄色しか出てこないと。なんだこれはと。なんだこれは。なんだこれはと。白いこれはなんだと。ずっと話してるわけよと。なんか触ったらネチネチするぞと。出してみようと。そりゃそうですよ。そりゃそうだよって話なんですよ。いや、そりゃそうだろって。
そりゃそうさ、今出してみようと総合、いや今じゃないよ、うん、さ恥ずかしいから、うんうん、そう全裸なんて恥ずかしいから、もちろんね、おのおの家で、家で一旦解散、一旦解散、一旦解散、今日は皆さん一旦解散しました。ただ宿題ありますと、家で一旦白いもの出してみてください。一旦解散一旦解散するわけですよ。一旦解散しましたと。でいざ俺は出すぞと。ただそのなんかそのどうやって出したらいいんだと見たら、うん、なんかこすなんかそこすっとるぞと、こすっとるぞ。とりあえずあで、ただ、うん、こいつなんかギンギンだなと思ったんですよ。だからこいつなんかギンギン、でも俺も見てたらなんかギンギンになったぞと。おこれは準備が整ったんじゃないかと。なるほどと、なるほどと、こいつ同じ状態になればいいのかと、準備が整ったと、これ発射準備 OK だと。さあいざ出すぞと思ったんだけど、出すと、うん、出そうと思ったんだけど、うん、ションベンって、うん、もちろん水いっぱい飲んだら出るわけじゃないですか。はい、俺そんな今日水飲んでねえな、今日こそんな水分取ってないぞ、これ出るか、本当に大丈夫か、俺はもうあの時ションベンの仲間だと思ってるから、うん、白い白いションベンが出ると思ってた、うん、出せるのかと、俺大丈夫かと、水分足りてるかと、とりあえずコップ一杯飲んでとりあえずコップ一杯飲んで水をで、出たと多分これを俺中学上がるまでは、うん、出す前に一回水、うん、じゃあ分からんから、で中1ぐらいにもうそんなの分かるから、うん、これはこういうもんで、うん、これはこうなんです、水分関係ないやないかいとなるわけですけど、水分関係ないと、お前の金玉がどんだけ頑張るか頑張るか、それ気づくまでは、うん、とりあえず一回水飲んどくかって、水一回入れました、これでしょんべん出るはずだっていうので、この一杯分が全部ここにそれが何かしら体内で生成されて凝縮されて出てくるんだとこれだと、出たっつってこれだったんかっつってこれだったのかっつってそうですよね。初めての精通についてね、こんなもんじゃないですか、こんなもんだと思うよ。まあ一回コメントコメント今読んでますけど、ずっと今男子のね、事故について話してたんですけどなっちゃんさん、さっきのワンクリック詐欺、女性を見れる安全なサイトは見たいなと、ないっすよ安全なサイトは、もうねえ、そうもうお金払うしかないっす、お金払ったら安全ですもん、はい。うーちゃんね、アーシのアニモス 1500% 見てた働く細胞ブラックでやりましょうこれ働く細胞ブラックででも射精のくだりやってますもんね。いや俺の話を一回水飲まって、一回水飲んで勘違いしてるぞっつってでも働く細胞ブラックは最高でした。あだってほぼお前だったってほぼ僕ですよ。なんか見たかな、働く細胞ブラック、まあ知ってるから見てるんだろうな、あれ体の中誰の話って言ったら元氏の体の中の話カフェイン中毒と、酒とタバコとエナジードリンクだっつってエナジードリンクだっつってなそしたら中の赤血球がカフェイン中毒になっていやでもあれ面白かった。いや本当あのね、共感して見れるのはどちらかというと俺たちはどちらかというとブラックの方が共感して見れるかな。あまあそうですね、普通の働く細胞は、普通の働く細胞あれいないですよこの世に。あんな健康体、あんな健康体いないの、マジいない。インフルエンザとガンにはかかってきますあんな健康体マジいないから、なわけないと思って。で逆になんであんな健康体で思わないと思うけどな、ありえんから、うん、みんなブラックだからあれ。で俺あれ知りたいわ。あでも痛風の仕組みを出してましたよ。見ましたアニメ。見てないっす。面白かったっすよ。面白かったんすよ、プリン体。はあ、じゃあみんなどんなんだ、2人は何がどうやって覚えたんだよって話なんですよあれですか。あそう、もちろん。あれは、僕は、僕ちょっと変だと思うんですよね、うん、俺の水一杯超えれる、水一杯で俺まず見てなかったから何も。あなるほどね。そうで、これあのシャワー当てると気持ちいいなってなってわかります。きっしょーよな俺もよくわかんないですよきっしょいさ俺もあれがあったんですよ、あれがこれはもう人それぞれだからさ、お前も水飲んでんだからさ、あれだけどさ、きっしょ人それぞれだから何で気づくかどうかお前にきしょって言われる人じゃないよね。マジごめん、これマジできしょい。なんでもや。いや違う、何違う、もういいんだけど、何かシャワーかあのね、うん、ごめん、これ勝手なあれね、うん、あそう男の子でそうなるんだと思って今。あ、違う、変な、うちさあのさ普通のシャワーじゃなくてさ、ええ、ジェットシャワーみたいになるノズル使ってたわけ一時期、はい、で、ちゃんとね